こんにちは、エレコアチャンネルのさきです。今回は7日間で全身痩せる室内運動をやっていきます。ジャンプのようなハードな動きは一切なく、お腹にも二の腕にも足にも効かせることができるエクササイズになっているので、ぜひ動画を見ながら私と一緒に動いてみましょう。それでは始めます。それでは足を腰幅にして準備していきましょう。両手は足の付け根のところに添えていきます。膝を軽く曲げた状態で体を前に倒していきます。頭の先を遠くに引っ張るようにして、お尻から頭までを一直線に保っていきます。息を吐きながら倒して、吸いながら戻ってきます。ももの後ろ側が伸びるのを感じながらやっていきましょう。さあ、猫背や反り腰にならないように気をつけて行っていきます。床と体が平行になるのを目指して前にしっかり倒していきます。そのまま続けていきましょう。あと少しです。ラスト OK です。今度はつま先を斜め外側に向けていきます。膝のお皿とつま先が同じ方向を向くように意識していきます。両手を前で準備していきましょう。膝を3回曲げます。さあ、3回曲げたらゆっくり戻っていきましょう。さあ、初めての方はゆっくりで大丈夫です。膝を曲げた時に膝のお皿、つま先と同じ方向に向けるように気をつけて行っていきます。腕を前にキープするのが辛い方は腰でも大丈夫です。さあ、このまま続けていきましょう。さあ、余裕がある方はできるだけ深く膝を曲げていきます。とってもいいです。その調子でいきましょう。肩を下げた状態で続けていきます。では丸い形を作っていきましょう。あと少しです。 OK です。では足を戻していきます。それでは両手を万歳の状態でキープしていきます。膝を曲げたところから片足を後ろに伸ばしていきます。で、戻したらまた後ろに伸ばします。はい、さあ、腕からお尻まで一直線にキープしていきます。体を軽く前に倒した状態で片足を後ろにしっかり引いていきましょう。後ろに引いた時に膝をしっかり伸ばしていきます。さあ、軸足でバランスを取りながら行っていくので、体幹を鍛えながらウエストを引き締めることができます。さあ、お尻のヒップアップにもとても効果的です。目線は斜め前を見ていきます。あとちょっとです。頑張りましょう。はい、 OK です。結構お尻くると思います。反対も同じようにやっていきましょう。両手を上に上げたら上体を倒しながら膝を曲げて準備します。片足を後ろに引いていきましょう。左足をしっかり後ろに引いていきます。体の向き変わらないように両方の肩がまっすぐ床の方を向くようにやっていきます。さあ、続けていきましょう。さあ、頭からお尻一直線にキープしたまま続けます。さあ、腕と足を長く引っ張っていきましょう。手を上に上げると肩の痛みがある方や難しい方は手を腰に置いても大丈夫です。さあ、胸を開いて背中を伸ばした状態キープしていきます。あとちょっと頑張っていきましょう。 OK です。では次、
足を腰幅に戻していきます。両手を頭のところに添えていきましょう。片足を、少し持ち上げながらウエストをひねっていきます。そのまま今度足を横に上げていきましょう。ウエストをひねったら足を横に上げます。足の高さはできるところまでで大丈夫です。無理に高く上げなくても大丈夫です。さあ短く息を吐いたら吸って戻って吐きます。吸って吐きます。さあ繰り返しましょう。さああと少し続けて頑張っていきます。バランス保つの難しい動きだと思うので、ゆっくり自分のペースで大丈夫です、とってもいいですよ。はい、OK です。では反対もいきましょう。呼吸整えて準備します。では両手を頭の後ろにして、今度は反対の足を持ち上げます。まずはツイストをしてから戻ったら足を横に、真横に上げていきます。さあ、普段使われにくいお尻の横の筋肉やウエストの筋肉を使ってくびれを作っていきます。さあ呼吸忘れてないですか。さあしっかり1回ずつ呼吸していきましょう。吐いて吸って、吐いて吸って、吐いて、いい感じです。さバランスも大変なんですけど、軸足強く立っていきましょう。さあ、しなやかで美しい体を作っていきます。さああと少し頑張りましょう。はい、OKです。ではつま先をもう一度斜め外に向けて、かかと同士を合わせて立っていきます。手のひらを正面に向けた状態、肩をぐっと下げて膝を曲げながら体を前に倒していきます。ゆっくり戻っていきましょう。息を吐きながら前に倒して、吸いながら戻っていきます。さあ最初と同じように、膝がつま先と同じように同じ方向に向くように気をつけてください。で、つま先は無理にたくさん開く必要ってなくて、斜め前で閉じた状態でも全然問題ない。少しだけ開くだけで十分です。はい、さあ膝を伸ばすとき、内ももでキューッと締めるようにしっかり膝を伸ばしていきます。でこの動きもゆっくりで大丈夫なので丁寧に行ってください。いいですよ。はい、バッチリでした。では次は両手お腹のところに添えていきます。おへそも少し下のところを触っていきましょう。さあこのままかかとをゆっくり上げていきます。かかとも無理に高く上げる必要はないです。さあできるだけ膝を伸ばした状態で、かかとを上げてバランスを保っていきます。でどうしても難しいよという方は壁の近くで行ってもらって、壁を触りながらやっても大丈夫です。足の裏の重心を感じながらゆっくり行っていきましょう。かかとを上げるときに息を吐いていきます。ふーそうで、今手でお腹を触っていると思うので、少しこうお腹にキュッと力を入れながらできると理想です。おへそを背中の方に向かってぎゅーっと近づけるように意識していきます。頭を上にぐーっと引っ張っていきましょう。肩を下ろしてあと1回。はい、お疲れ様でした。では最後ストレッチをやっていきます。足を腰幅に戻して片足を前に出していきましょう。さあこのまま体を前に倒していくんですけど、両手を後ろで組んでいきます。そのまま体を前にぐるっと倒して、手を少し上に向けていきましょう。
さあ今日使ったももの裏の筋肉と、肩の筋肉をストレッチしていきます。さあ深呼吸を続けていきましょう。そのまま両手を前にしてさらにストレッチを深めていきます。足のところに両手を添えてください。痛みを感じないところで大丈夫です。ももの裏が軽く伸びているところでキープしましょう。あと少しです。はい、では反対も同じように変えていきましょう。反対の足を今度は前にしたら、足の付け根のところから前に倒していきます。両手は後ろで組んでいきましょう。息を吐きながら体を前に倒したら手を少しだけ上に上げていきます。深呼吸を続けて胸の筋肉、肩の筋肉、太ももの裏側しっかり伸ばしていきます。最後はストレッチなので、とにかくリラックスして今日使った筋肉を緩めていきましょう。深呼吸です。さあ余裕がある方は両手を前の足にそのまま置いてさらにストレッチを深めていきます。少し頑張りましょう。皆さんお疲れ様でした。痩せるための運動といえばたくさん汗をかいたりとか重いものをいっぱい持ち上げないといけないと思っている方がいたら、実はそんなことないよとパーソナルトレーナーとして言いたいです。私も特別運動神経がいいわけじゃないし、長時間の運動とか汗をたくさんかく運動が実は得意じゃないんですけど、ピラティスやバレエを取り入れた楽しく続けられる運動を解剖学に基づいて行うことで体型を維持することができています。私と同じように運動が苦手でなかなか続いたことがないという方がいたら、ぜひバレエやピラティスを取り入れた私の考案したエレコアというメソッドを一緒に楽しくやっていけたら嬉しいです。今公式 LINE では自分に合うダイエット方法がわかるダイエット診断を無料でプレゼントしています。管理栄養士の食事の解説動画と自分に合うエクササイズ動画が届きますので、興味がある方は概要欄の公式 LINE からお友達追加して受けてみてください。私が経営するパーソナルトレーニングスタジオプリマに興味がある方は概要欄のプリマのホームページをご覧ください。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。